土交通省道路局長、国土交通省技官、土木学会会長を歴任、瑞宝重工賞を受賞した志向の指揮者、大石久和による新番組プロジェクト J、 国土学で説く日本復興指導。もう大石先生のことはもう皆さんよくご案内ではないかと思いますけども、建設省に入省されて、1970年入省されてちょうど僕が1歳の時ですけども、大学のご卒業が、京都大学土木工学科で私の二回り上の大先輩に当たられる先生で、その後、建設省それから国土交通省で勤め上げられまして、最終的に2004年、最終的なポジションが技官という、これは事務次官とほぼもう基本的に同じランクのポジションなんですけども、技術系の最高のポジションを、道路局長をやられた後技官をやられて、ご退官されて、その後土木学会の会長ですとか道路協会の会長と歴任されて、今は全日本建設技術協会の会長でおられます。戦後日本の発展を支えた最強官僚最後の世代とご紹介差し上げたんですね。でもう一つだけご紹介申し上げますと、国土についての実践の学問を提唱され、今推進しておられるという意味で、国土学者であられる大石先生であります。今インターネットでいろんな情報がいろんな方が提供されていますけど、僕が口から出てしまった言葉の最強官僚最後の世代の声というのは本当に聞けないですから、ぜひ大石先生の言葉を皆さん聞いていただきたいなと思います。まあ、大石さんがね、建設省国土交通省を通じて本当にオピニオンリーダー、インフラのオピニオンリーダーとして明快なことをどこでも言っていて、迷いのぶれのないことを言ってるんで安心してね、私はそれを見てましたね。そういうことで僕は非常に大石さんの存在が助かったですね。もしいなかったらね、僕はね同じことを違った形で言わざれないんでね、その立場上インフラ大事だってもろにね。でもそれを大石さんがいつも前面に立って言ってたんで、僕はその横でサポートする形でね自分の好きなことできたというのが私の大石さんとの関係だったね。戦後焼け野原が広がった時代、まさか日本が世界を凌駕するとは誰も思わなかった。鉄もない、石油もない、食料すらない。全世界のマグニチュード6以上の地震の 20% が日本で生じるという世界トップクラスの自然災害大国。平らで堅固な国土の欧米と異なり、日本では道路一つ作るにも無数の橋やトンネルを建設しなければならず、いざ山や海底を掘り進めると軟弱な地質が崩壊し、何十人何百人もの作業員が命を落とした。世界各国が悠々と駆け走る中、一人腰に土のうをくくり匍匐前進で地面を這いずるかのようなハンディキャップだった。しかしそれでも日本人は諦めなかった。重くのしかかるハンディキャップを吹き飛ばすべく死に物狂いでインフラ整備に取り組んだ。世界銀行から派遣されたワトキンス調査団に、日本の道路は信じがたいほどに悪いとけなされた13年後には、東名高速道路の開通式で再来日したワトキンスを驚かせるほどの道路網を作り上げた。時速 200km を超える高速鉄道というのは不可能であるという定説を覆し、世界一の技術大国アメリカですらも実現しえなかった超高速鉄道新幹線を開通させた。世界一長い青函トンネル道路鉄道併用橋では、世界最長の瀬戸大橋の完成をもって本土4島の連結を完了させ、その技術は海外でも大いに参考にされた。戦後東洋の奇跡ジャパンアズナンバーワンという称号を手に入れられたのは、先人たちが不利な条件でも日本人のポテンシャルが最大限発揮できるようにとインフラ整備を行ってくれたからである。国土に働きかけて初めて我々は恵みを得ることができる。国土学提唱者大石久和の資言の通り、過去の日本人たちは何大きこの日本国土と真摯に向き合い、国の発展のためにベストを尽くしてきた。しかし今の日本はこれまでと正反対の方向に転落し始めている。公共事業悪玉論のもと、
新しいインフラ投資は削られ、老朽化するインフラのメンテナンスすらも十分に行うことができていない。1996年から2012年の間、 G7 で日本だけがインフラ投資を半減させる一方、世界一の GDP を誇るアメリカでも 1.9 倍、イギリスでは 2.9 倍、韓国 2.5 倍、フランス 1.6 倍など各国順調に公共投資を行っている。日本は十分なインフラがあるというのは真っ赤な嘘であり、外国との差は広がるばかりである。これでは日本はまた重いハンディキャップを背負った時代に真っ逆さまである。私たち現世代人は次の世代のために何をしてるんだというのに尽きるというのを思うんですね。それはなぜかというと、我々は過去の世代のお世話になってるからです。そうですね、もうとんでもないお世話になってるわけ、ね、今ここに生きている日本人で、今動いている在来線の鉄道にお金を出した人なんか一人もいませんよ。そうですね、みんな我々過去からの贈り物でいただいてるわけ、ね、過去からの贈り物をいただいた以上、次の世代に一体何の贈り物をするのと、ね、いうことを真剣に考えてますかと、大人の連中は。いうことなんですね。食いつぶしてしまってるだけですもんね、現実に本当食いつぶしてしまって、食いつぶしてしまってます、ね、JR 北海道だとか JR 四国はですね、線路をへっぱかしていってるわけです。これも再生路線でいれないよって考えられないですね。もう犯罪ですね、もう、そうです。世代犯罪と言ってもいいぐらい、そうですね、ですね。だからそこのところを私は、まあ、若い、有権者の皆さん方にですね、先ほど有権者の責任という話がありましたけど、それを果たすためには持っていただきたい知識、あるいは持っていただきたい感覚というのをこの番組を通じて、共有させていただいてですね、責任ある有権者といいますか、あるいは責任ある社会の見方、財政の見方、政治の見方というものをこう身につける努力をしませんかということを申し上げたいんですね。社会を築く人々の誇りを取り戻すために、自信を失った日本人が再び輝けるように、ジャパンアズナンバーワンと言われた時代を取り戻すために、大石久和が国土学を軸に日本復興の道を照らし出す新番組プロジェクト J、 国土学で説く日本復興、2022年8月25日配信スタート。